もみさんこんばんは、ゆうです。いやね、ちょっと僕大きな買い物をしました。じゃん、 PSVR これ買いましたよ。3万7000ぐらいしたかな。ちょっと値下げされてるんですよ。いやー、ちょっとこのタイミングでね、買おうかなと思って。で、ね、僕なんで買おうかなと思ったのが、4月26日に発売される、まあ、実況パワフルプロ野球のね、PS4 のソフトの、まあ、2018ですね、新しく出るんですけど、VR 対応しとってだから買おうと思ってね、ちょっとこれ開けるわ。もうほんまね、サラッピンやからね、ちょっとめちゃめちゃ緊張するんやけど、でかすぎやろ。ちょっと開けます。すげえ、ほら、やばい、ここにレンズがあんねんけど、すげえ。しかもね、こういうコードとか機材がめちゃめちゃ箱の中にあって、今めっちゃ焦ってる。どれをつないでいいんか全然わからへん。いや、これちょっと被れるんかな。え、ちょっと被るで。こう。うわぁ、もうめっちゃきついやん。え？俺そんな顔でかい？え？うわぁ、すごい、めっちゃ見える。めっちゃ真っ暗。うわ、すごいこれ。すごっ。こんな感じなんやな。またね、パワープロ2018が出た時はね、まあ、ゲーム実況しながら、左下の方にね、ちっちゃく実写動画で、その VR つけてる実写もプラス一緒に入れてね、動画配信しますので、ぜひね、その時はご視聴お願いいたします。いやー、僕ね、VR はね、発売された当初からずっと買いたかったんですよ。買おうかめっちゃ迷ってて、で、その時スイッチも持ってなかったから、で、スイッチ買おうか、VR 買おうかめっちゃ迷ってたんですよ。まあ、スイッチって、まあ、スイッチ単体やと、今やったら2万9000円ぐらいかな。で、買えるんですよ。で、VR はね、3万5000円やったんですよ。まあ、前まで4万円やったんですよ。それが5000円値引きされとって、PS4 だけでも3万ぐらいするじゃないですか。で、プラス、VR で3万5000円で、7万、8万ぐらい持って買えるじゃないですか。って思うと、どっち先買うってなったら、やっぱスイッチかなと思って。やっぱみんなでね、スプラトゥーンやろうって話になっとったから、その時。やっぱさっきスイッチやなと思って。まあ VR はね、まあ一人で数秒やから、まあ後ででいいかなっていう感じですね。みんなでスプラトゥーン、家庭用ゲームですね。まあ家庭用ゲームしたいなっていう方は多分スイッチ先買った方がいいかなって思います。全部揃ったぞ、これで。ゲーム機が。まあね、その PSVR が値引きされとった理由もね、まあ正直、まあ売れてると思うんですけど、まあそのソニーっていう会社が作ってるんですけどね、思った以上に売れてないんですよ。だからね、VR 対応してるゲームも、全然ね、発売されてないんですよ、実際ね。まあそういう意味で多分5000円値引きされたんかなとか思うんですけど、まあ僕の中ではこれから PSVR のね、ソフトがどんどん出るかなって思ってます。はい。まあスイッチもね、まあ、スイッチの会社は任天堂じゃないですか。任天堂もね、前まで Wii U っていうゲームがあったんですけど、あんまりね、あれもね、世間であんまり評価されてなかったみたいですね。でもね、僕そういう失敗例があるからこそ、その Wii U の次の世代のスイッチですね。あれがめちゃめちゃ大人気になったんじゃないかなと思ってます。だからね、この今回の VR も、あんまり今、まあ、いいっていう評判はそんなに聞かないですけど、まあ、これからのね、PSVR また新しくなると思うんですけどね、何十年後とかしたら。まあそこでもね、なんかまた、さらにクオリティが高いね、ゲーム、味わえたらな。すごいですよね。まあこれは視覚じゃないですか。触覚とかね、匂いとかも、いや入ったら余計すごいけど、それはもうやばいね。それはもう中毒になってまう。いやー、てかね、僕これ、好きやん。これ VR 出へんかな？俺ずっと待ってるんやけど。ちょっと、これ2で、VR 対応で。俺めっちゃこれで、その VR でパンツ覗きたいわ。すいません、もうこれがどうしても言いたくて。まあでもね、買ってよかったと思う。買ってよかった。来月ね、まあ5月の上旬にね、僕みたいに車乗ってる人はね、自動車税っていう化け物が来るんすよ。税金が来るんすよ。自動車税っていう。多分、K とか乗ってる人はね、そこまで高くないんですけど、僕みたいにスポーツダフォン乗ってる人はね、4万5000円かかるんですよね。で、まあそうですね。やっぱさすが4万5000円プラス VR4 万弱する、一緒に払えへんからね、今月がチャンスやなと思って、僕買いましたね。さすがに再来月になったら、まだいいんじゃないかなとか思ってまうタイプなんで、まあいい時期にね、パワープロ2018がね、発売されてよかったかな。
まあ、VR もスイッチを持ってないっていう方がもしね、いらっしゃいましたら、僕は先にね、スイッチをお勧めします。はい。ちょっと、それをね、高校の友達とかね、大学の友達とみんなと一緒に、やるのが一番楽しいゲームの遊び方なんじゃないかなと思ってます。VR は本当ね、一人なんでね。うん。また僕もね、VR いろんなゲーム撮ってね、ちょっと、楽しい動画をね、撮りたいので、ぜひともね、これから、このゆげむ TV をよろしくお願いいたします。はい。ちょっと短かったかな。まあ、こんな感じでいいよね、5分ぐらいで。ご視聴ありがとうございました。